ようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。10月11日火曜日の全国のお天気をお伝えします。北日本は発達する低気圧の影響で雨が降ったりやんだり、強風や暴風が吹き荒れて交通機関に影響が出る恐れもあります。最新の情報をご確認ください。強まる雨や雷雨、突風、ひょうなどにも注意が必要です。ただ午後になりますと太平洋側を中心に天気は回復傾向となります。西日本や東日本では日差しが届き穏やかな空が広がります。関東を中心に気温が上がり暑さを感じられそうです。ただ日本海側の方ではにわか雨が心配となります。沖縄は雲が広がりやすくにわか雨の可能性があります。北寄りの風が吹いて少し肌寒く感じられることもありそうですので上着で調節を行いましょう。詳しい情報は天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。